はい、どうも皆さん、こんにちは、ダイダラです。ね、スーパーマリオメーカーで、今回はコース作ったので皆さんにね、ぜひとも遊んでもらいたいなと思って、ね、動画投稿しました。ね、という皆さん、ちょっとどうでもいい話なんですけど、トップ画面で、なんか、タッチすると、いろんなことが起きるよ。ね、そんだけなんだけど、ね、これ楽しいからぜひとも皆さん遊んでみてね。はい。ということで、まあ、俺の作ったコースの遊び方なんだけど、よいしょ。まず遊ぶって選んでもらって、世界のコースってところを、ね、行ってもらいます。そこで、職人を探すじゃなくて、コースを探すかな。コースを探すって押して、この虫眼鏡のマークをね、タッチしてください。ね、右上にあるやつですね。で、ここでコースの ID を入力してください。ID これです。ドン。はい。今出てる、この ID を入力すると、僕が作ったコースがで遊ぶことができます。今回はね、なんだろう。めちゃめちゃ難しく作っちゃいました。初回なんでね。初回なんで難しく作ったって意味わかんないんだけど、まあ、クリア誰もできないかなと思います。はい。ね、まあ、今つ、とりあえずこれね、初日に作ったんだよ。マリオメーカーって1日目ってパーツ使えるパーツ超少ないんだけど、その少ないパーツで作ったコースですので、まあ、ギミック的には超簡単ですので、ぜひとも皆様挑戦してみてくださいね。で、他にもコースどんどん作っております。ね、それも随時公開していきますので、どうぞよろしく。それでは皆さん、ね、マリオメーカー持ってる人、ぜひともチャレンジしてみてください。おつぽよ。